皆さんこんにちは、イマンです。この動画へようこそお越しくださいました。本日のテーマは、アーミヤ英知様が10月1日に神宮参拝をされると、その後どうなるか、その影響とはということをカードに聞いてみます。で、なぜその後どうなるかなどという質問をするかと申しますと、私は必ず何かが起こる、必ず報いがあるというふうに、分かっているからです。で、これはあの例のアーミヤ様のパンツついで参りと同じです。全く同じだと思います。今回は、両陛下のご公務に、かぶせてくる、そのために無理無理行くような、そういう、ご計画だと思います。もちろんあの高校1年生の、H 様がご計画されていくようなものではないと思います。ないですよ。で、何が許せないかというと、伊勢神宮という、ところもそうですけれども、天照大神様をあろうことか利用する、出しにする、もうそんな感覚しかないんですよね。なんという恐ろしいことでしょう。恐ろしいというのは、その恐ろしいというのはもう畏敬の念のあの字ですよ。怖くないんでしょうかと。あのパンツ参りの時も本当に私などはもう恐ろしさで震える思いでした。これも同じぐらい恐ろしいです。はい、ではあのカードに何が起こるかということを聞いてみますので、いつものように緊張とリラックスで丁寧に読み進めたいと思います。早速始めさせていただきます。23番が逆、これは差し迫った危険、あとはね、そうですね、何か会う問題、会うというのは遭遇するってことです、遭遇する問題についての警鐘です、これ警告、あとはその問題についての戒めとか、危険な兆候を表します。なのでやはり何か起こるんですよ。危険なことですよこれ、で、そうですね、これはね、何を表しているかというと、この場合 H 様というよりももうアーミヤ家だと思います。アーミヤ家とそのアーミヤ家の目的の間に来るような妨害とか危険、危機、障害、そういうのを表します。アーミヤ家が目的としていることの前に妨害とか危険とか危機とか障害が来る、もうそれを表してます。あとはね、ズバリ何か危険な力、これはアーミヤ家にとってです。アーミヤ家にとって危険な力、影響力とか、勢力、そういうののせいで失敗する恐れなんですけど、これ失敗しますね、そういうのが現れてます。このカードこうなっていると、トゲがバーッと嵐のように降ってきてるんですけど、ちゃんと傘さしてるんですよね。でもこれね、逆なのでもうね、結構差し迫った危険です、これ危険、アーミヤ家ですね、これ。次、レッドカーペットですね。10番正位置、これね、なんてラッキーな人なんでしょうあなたは、みたいな、そんな意味のあるカードなんですよ。本当にレッドカーペットそのものですよ。で、これはね、H 様と、そうだな、その近しい人について何か良い発見があるってことなんですよ。H 様の周りで何かが起こる、その出来事は、H 様にとっては何か教訓的でもあるんですけれども、ためになりますよと、そんなことが起こるってことを伝えてるんです。これね、あの感じたことそのままお話ししますと、H 様、神宮参拝されて何を祈られるかってことなんですよ。
これね、何か、お願い事をされると思いますよ。それが叶えられると思いますよ。なんてラッキーな人なんでしょうぐらい叶えられると思いますよ。願い事が叶うっていう意味があるんですよ。なのでお願い事されますね。何かね、発展の可能性を伴うような新しい地位とか新しい身分なんですよ。このね、H 様の人生をこう大きく、何かこう運命を決するような、そういう一歩前進とか、改善が行われます。でこれは感じられるのは、決して皇太子にとか、そういうお話と真逆です。これ今ある予定されている、地位、そうではなくて、 H 様が心で願っておられる地位になると思います。これだから願い事が叶うなんですよ。なんかそんな感じがする。でね、非常に面白いのは、このカードにはね、幸運の女神に感謝をしなさいという、もう幸運の女神に感謝しなさいよと願いを叶えてくださる、そんな意味があるんですけど、この女神はアマテラス大神様だと思いますよ。で、先ほどから私はなぜこれを見て、あ、じゃあ H 様がレッドカーペットの上を歩くようになるんだっていうふうに取らないかと言いますと、わけがあるんですよ。これね、人で言うと、今までは舞台裏に隠されていた、もう一つ言うと、かくまわれていた人物がいるんですよ。その誰かが突然ステージに上がってきてセンターに出てくるっていう意味があるんです。それは利宮様のことだと思います。で、その人というのはどんな人かというと、その言葉と行いで他者に感銘とか感動、あとね、好印象を与える人なんですよ。だ、利宮様ですよ、これ。H 様のことではないです。で、H 様にも、利宮様にも両方にこれ、ね、何かね、金銭的な成功がありますね。これね、本当いつも出てくるんですよ。H 様もそうですし、何かでね、お金も儲けるっていう言い方ちょっとね、あれですけど、入りますよ、そんな感じがしますよ、今すぐじゃないですけど、次、12番聖地、これね、やっぱりどなたかのこと言ってますね。どなたかな、まあ、私のこの占いで登場する人物を当てはめてみますと、例えば、まあね、いろいろなご意見ございますけれども、麻生さんとか、あとこの前の御用係になられた Y 氏とか、あとはそうですね、もしかして陛下そのものかもしれないですし、誰のことをこのカードが今伝えているのかわからないですけれども、どなたかが出てますよ、これ。これどんなカードかというと、自信に満ちた態度、権力、そして背負っている責任と義務を表しているんです。なので、責任と義務を背負っておられる方、で適切な管理をなさいます。そして何よりも結果というものを求めていて、その結果に取り組むやる気、意欲があるんですよ。でね、どういうふうにお考え方かというと、たとえ妨害されても、まあ、妨害があることは分かっておられるんですよね。でも何よりもこの状況を掌握すること、それが、この問題の成功を保証するって思っておられるんですよ。掌握するっていう感じ、でもう一つはね、外部の助けは不要と思っておられます。何かご自分で、まあ、ご自分を一人でなさることではないですけれども、このなんていうかな、ご自分が掌握されているそこの中でできるという感じなんでしょうかね。で、人物で言いますとね、そうだな、権威のある人なんですよ。で、やはりね、自信に満ちた人、良い、そうだな、
マネージャー、指導者とか指揮者とか、指揮する方、そういう感じかな、管理者とか、あとね、主導権握ってます、握ってます。でカリスマ的な方で、有能で手腕があります。そういうリーダーです。リーダーなんですよ。で、自らことに当たろうとする、している、そんな感じですね。なんか誰のことも待ってはいけないっていう思いがあるんですよ。誰かが何かをしてくれるとか、それを待っていて行っていたんじゃダメなんですよね、この方の中ではですよ。もう自らことに当たる、そんな感じ、で思っておられることは、実権を握らなくてはならないと思ってるんですよ。もうなんかちょっと持っておられる方のような感じはするんですけど、で、なぜそれを握らなければいけないかというと、そうしないと進展はないと思っておられる。でこのあと大胆な決断をされます。どなたなんでしょうね、皆さんどう思われますか。そんな方が現れますよ。現れるというか、もういらっしゃるということをカードは教えてくれていると思います。次、1番なので、これ1番か、正位置。これはね、まあ、逆位置を取らないので正位置に戻しましたが、これこの間出ましたよね、皇室典範改正なるかの時にこれ出てきてるんですよね。だから皇室典範改正されるのかもしれないですよ、それかもしれないですよ。同じこと言ってるのかもしれない。パートナー間の何かギブアンドテイク、何のパートナーかわからないですけど、仲間の間でのギブアンドテイクの流れがあって、そしてお互い合意をして、これ何か反対意見の方々ですかね、何でしょう、お互いの合意があって、まあ、共有されるんですよ、共有される合意があって、支援と激励のもと、これね、やっぱりね、ちょっと昨日の今日っていうお話じゃないですけど、皇室典範改正なるかでこれが出たので、本当にそれが起こるってことを伝えてるかもしれないです。これなんかそんな感じがしますよ。次見ますね。ちょっと今まで見てきて出方が面白いですよね。パンツついで参りの時とは何かね、もうだいぶうろ覚えなんですけど、なんか恐ろしいカードばっかりが出たような気がするんですけど、今回はやはりこういうふうに、ちょっとそれは何でしょうね、H 様のこと、まだね、高一だということで、何でしょうかね、H 様の企みではないですからね、大人が計画していることですよ、ダークヘアードウォーマンですね。あ、また出た、もう最近これプレイヤー、これもう夫人ですよ。もうちょっと決まって出てますね。これ何ですか。あ、ファルスメンだ、偽の男。これ何を伝えてるんかな。このね、これってこうやって見てるとダークヘアードウォーマンなんですけど、これ後ろは皆さんもよく知るあれなんですよ、キューピッドウォーマンですよ、エンビエスでしょ、そうです、そうです、並外れた金銭欲、物欲があって、嫉妬する、そんな女ですよ、これね、これ稽古費、夫人、アーミア様、この3人標的になりますよ、きっとターゲットってきますよ、それをカードが伝えてると思います。この3人ですよ、この3人、何か標的ってくるんですよ、なりますよ、よっしゃーですね。次、珍しいカードだな、サーヴァント、プリズン、サロー、こんなことが起こる、これなんだろうな、使用人でしょ、まあ献身的に働くとか、そんなような意味もありますよ、自己犠牲するとかね、
うん、だけどもなんかこれ使用人っぽい感じはするんですよ。でこれは刑務所だと思うんですけど、もうそのままだと思うんですけど、で泣いてますよね。心痛、悲しみ、ちょっと失望のようなものもあると思いますよ。何を表してるんだぞ、このあと起こる何か、どんな影響があるか、これがちょっとね気になりますよね。これ心2枚だったらちょっともうね、いつものことなんですよね。でもこれが出てくるって、これちょっとね気になりますね。なんだろう、この人が何か仕事をするのかしら。なんだろう、それか妙な閉塞感がここから来るので、これプリズンそのものではなくて、何かもうとか言ってますよ、どこかにもう半分もう閉じ込められるような感じになる、中でこうお世話するような人がいるような場所、なんかそんなような感じもしなくもないな。アーミヤ様ですよこれ、アーミヤ家、なんかそんな感じする。妙な閉塞感がここにあるんですよ。なのでちょっとまたお得意の保留にしますね。で後になったら、あこれはっていうのがあるかもしれないですね。次、もう本当にもう笑っちゃいけないですけど、これもういつもですよ。ウィドワー、これもだ、いいメッセージ、これね、誰か本当に亡くなりますよこれ、亡くなって奪い返す良い知らせなんですよ。良い知らせっていうのはもちろんこのカードを引いている私、そして、同じ気持ちの皆様のにとって良いことですよ。これ良い知らせですよ。誰か亡くなります、まあ、亡くなって良い知らせっていうのは本当にね、不適切ですけれども、でもこう誰かが亡くなる、それで奪い返す良い知らせなんですよね。これあるな。もう一つ感じることを言いますね。これもしかしたら前から何度も出ているんですけれども、ニューヨークで起こるかもしれないですね。ここに男やもめ、男やもめなんか持ってきますよ、そしてどんな意味での良い知らせなのかはちょっとそれぞれの皆様がどうお感じになられるか、私には私の感じがあるんですけども、もしかしてっていうのはちょっとありますね、ここ持って出ているのがこの男やもめなんですよ。そんな風になるのかもしれないし、いずれにせよここ本当にこれは死を表していると思います。次、Rich good gentleman、これはこれはね、幸運のお守りカードって言われているような、幸運のお守りになるようなカードなんです、早くて良い結果が可能っていうのを伝えてます。進展早いかもしれない、早いというか神宮参拝されてお願いされてくると、これね進展早くなるのかもしれないですよ、早くて良い結果が可能ということをわざわざ伝えるカードですので、あとね、Rich good なので、これね若い男性のことを言うんですよ、親戚のとかね、そんな意味もあるので、これはエイジ様だと思いますよ。でね、もう一つ伝えているのはそのエイジ様なんですけれども、ちょっとねこれがカードの解釈の範囲の中にもある言葉なんですけども、安全とかね警備の問題があります。で、この危険っていうのがありますので、ちょっとね、でね、この前見させていただいた時に H 様で
水田のね稲を見ておられる時のあの占いで、リビングルームっていうのが出てるんですよ。あれはね、その時点からだいたい24時間から4週間の間に何か嫌なことがあるという思念で読ませていただいたんですけども、カードの意味の中に危険が迫っているっていうことがあるんですよ。何か危険な目に遭うっていう、そういう意味もあるので、もしかしたら本当ちょっと気をつけられた方がいいかもしれないです。何か、この1枚目もね、これ本当にこれは別に H 様に限った話ではないんですけども、アーミア家って感じるんですけども、安全とか警備の問題を指摘されてますね、これ。次、Waiting、 Hope、 Friend。 ああ、これは分かりやすい、もうそのまんまですね。これ相当嬉しいカードですよ。こう待つ、ね、待ってるんですよ、ね、待っている。なんでこれ Hope、 期待なんですよね。希望、期待、願いで待っている。何をってなったらこれミストレスなんですよ。この女性は女主人、女王とか女性の支配者とか、なんせ女性の権力を持った人なんですよ。女性の長とか女性っていうのが必ずあるんです。何にせよ、例えば教師にしちゃって女性の教師なんですよ。でもこれは女主人もそれを待っているんですよ。女性の支配者って言ったらなんですけども、まあ、英語で訳しますと、英語を訳しますと女王なんですよね。なので待つ、希望を、ね、そうなるってことなんですよ。そういうお参りをなさるとこういうことになるってことなんですよ。次、メッセンジャー、ハート。お久しぶりに出ました。ちょっと数回出てこられなかったですけどね。リユニオン、これね、あ、これもこの前の水田で稲を見ている占いの時に出てきた、H 様の思念そのままですよ、これ。この状態やっぱりね、こう年の宮様なんですよ、これ。年の宮様のところにお願いに行ってる感じなんですよね。まあ、この絵をそのままこうなんていうんですか、ディスクライブというか、なんか表すっていうかしますと、そういう感じになる。これね、このメッセンジャー、これは、まあ、使いのものとか使者とか、砕けた言い方しますと使いっぱしりみたいな、そんな人がここへ行くんですよね。こんな風になっておりますみたいな感じ。この人がこっち行くと思いますよ、今回は。これ H 様じゃなく、なんかね、再結合を、命ずるみたいな、そんな感じもしなくもない、なんかそんな感じがしますね、これ。これそのもの、これはまさしく、H 様の思念にあったものです。こうしたい、お願いしたいっていうのが、それ、これそのまま起こるということで出てきてますよ。次、あ、これね、ちょっとこれピリッと緊張するんですよ、いつも。いきますね、出たフォックス、インセンスバーナークロスウォーズ。これは経費です、これ。この狐。もうこれそのまま表すと、怪しい、疑わしい、いかがわしい、ね、あとは不適切、間違っている、欠陥がある、ごまかす、騙す、ずるい、何か用心しなくてはならないような人、
で裏切り、背信、不信、謀反の意味まであります。これね、経費です。で何なんでしょうかってなると、インセンスバーナー、掃除です。不要なものを取り除くとか、追い出す、追放する、あとね、もう流罪、流刑にするみたいな、そんな意味もあります。島流しですよ。あとはね、何か望まないネガティブなもの、まあ、例えば不正とか悪とか腐敗のようなもの、そういうものを一掃せよ、退治せよ、もう粛清せよの意味まであるんですよ。処分せよっていう、もうこの煙でこれ全部ここへ行ってますよ。パーッと、やっぱりね、これ本当良くないんですよ。もう本当この人よく出ますもん、うん、でこれは決断の瞬間を表すようなものなんですよ。決定とか決心、何か決定、決心して決定して決断っていう感じですよね。あのね、もう別々の道を行くっていうのがはっきり出てますね。この人もう今まで思って、私はこちらへ行きますのよって思っているような道があったとしたら、あなた全然違いますよっていう感じです。そうなります。でこれね、どんなことが起こるかちょっと具体的に言いますと、秘密情報漏らされます、うん、あとね、名誉とか対面のようなもの、まあ、もともとないですけど、を傷つける本当私も意地の悪い言い方しますね、うん、そういう名誉とか対面を傷つける。あと信用とか評判、まあ、これももともとね信用なんてないですけど、信用評判を落とす、さらに落とす、そんなことが起きます、この人に。それを表してます。そしてどうなるかというと、これですよ、もうふわっとね、そんな風になりますね。これ、それを伝えてます、うん、これね、良くないですよ本当に。次、あ、これはね、実はこの占いの中で最後のカードなんですよ、これ、はい、まただもうウィドウ、レターギフト、なんかこれね、未亡人でしょ。でここでまたなんか家のものが、家に見えるんですよ、いつもこれ家が飾られている、だからご主人が亡くなる感じ、それもそうなんですけど、うーん、そうだな、これがね、これ自体にこのレターっていうのは、まあ、意味としてですよ、カードの意味は何か近未来に公文書を受け取ると、それは例えば訴訟の手続きのようなものなので、あなたの不安はごもっともですよと、ね、無理もないんですよと、不安があってもと、そして結果はあなたにとって良い結果である必要などないっていうぐらいの厳しいカードなので、何かそういうことが起こる、うん、ただ横にあるのが別にその刑務所とかそういうのじゃないんですよね。オフィサーが出てるとかそういうのではないので、どちらかというと亡くなるような感じが、うん、このカード自体に別離とか失うっていう意味があるんです。なので別離、死別、そんなのも現れているような感じがする。なので公文書も別の公文書になるかもしれないって感じですね。そういう訴訟手続きではなくで出ています。そしてなんですけども、以前のパンツついで参りの時もちょっとさせていただいたんですけども、今回は、あの時はね、歴代天皇のお墓に行かれるっていうことだったので、いろいろと見させていただいたんですけども、今回は神宮ですので、ね、実を申しますと、天照大神様にお話というかさせていただきまして、大変恐れ多いんですけれども、で、引かせていただきました、メッセージを、ね、お言葉をいただけないでしょうか、もしよろしければという感じで、引かせていただいております。で、もしも、
お前ごときに言葉なんて与えられないと思っておられたとしたら、トンチンカンなカード出てると思います。そうしましたらもうはっきり正直恥ずかしいですけど言わせていただきますので、はい、では、3枚3枚2回引いてるんですよ。なので 1,2,3、 はい、 1,2,3、 こういう感じですね。じゃあいきますね。まずこれ、あ、3 いらしてると思いますよこれ。うん、これ3ですので、もうアマテラス様じゃないですかこれ。ねえ、まぶしい。ガーデン、ウィップだ。これね、ちょっと高く失礼のないように、これがアマテラス大神様が現れてくださったということなのかもしれない。今来ましたよって感じなのかもしれないです。でイコール天皇家、やっぱり天皇家の光なんですよこれ、まあ、もちろんアマテラスさんも大神様もそうなんですけども、あの天皇家の光でね、このカードが伝えていることは楽観の光です。うん、悲観しなくても大丈夫なんですよ、楽観の光で、天皇家のですよ、幸福とか成功、そして天皇家を激励されている勝利、天皇家の勝利、名声名誉、誇り、栄光、称賛をなんだか保証してくださっているような感じですね。これはね、もういかなる影をももう覆ってしまうぐらいの明るさと温かさなんですよ。明晰さとかね。これね、何を感じるかというと、このカードの意味とこうクロスさせますと、あのね、天皇家に力と自信を与えて障害を克服する手助けをするというか、しておられる、なさっておられるって感じがしますね。でこのガーデンは集団です。何かの集まりとか、それはね、例えばパーティーとかイベントとか会合とか、そういうこともあるんですよ。そういう意味のあるカードです。あとは例えばもっと大きく社会とか公共の、ね、とかそういう意味もありますし、クラブとか、教会、連盟とか同盟とか連合とか、そういう意味もある、いろんな意味あります。ネットワークそのものを表したり、あとはね、群衆なので、あの私時々これを国民と読むんですよ。今日何が来るってね、これなんか2つある。国民の姿ももちろん見えるんですけれども、何か集団とか、例えばですけどね、例えばですけど、旧統一のようなそういう集団が表している気もします。もしかして政府かもしれないですよ。何か集団、そういうものを表している気がする。なぜ伝えてこられているのかな。これはね、あのものすごい怒りです、うん、もうね、怒りによって猛烈な振動のエネルギーが出てます。でそれはもうもはやね、暴力とか虐待に近いぐらい。なのであのこのアマテラス大御神様の怒りの矛先にこうなっている人、なっている集団なり、なっている方々なり、その人たちには長場暴力と虐待に近いぐらいの何かがありますよ。もうね、何度も何度も繰り返し繰り返し、むち打つ、もう慢性的な痛みを与え続けるっていうような、そういう何かね、ものを感じますよ。これちょっと荒ぶる魂ですね。もうあの、なんていうかな、大御霊と申しましょうか、そんな感じがしますよ。ちょっと次の3枚見させていただきますね。 Birds、 あ、はい、 Market、 Market、 Tree、 あ、これ分かるな。これももう間違いない両陛下にお話されておられますね。両陛下ですこれ。でこれがね、あらゆる仕事とか労働とかビジネスとか
ね、いろんな職種とか、まあ、そういう意味のあるカードです、このマーケットっていうのは。なのでこの場合ね、あの天皇家としてのお仕事、背負っておられるような何かお仕事義務、そういうものを伝えているのかなって、そういうことについて語っておられるのかなと思いますね。そのお仕事を、そんな平たく言いますと大切にしてくださいねというような、お任せしてありますよっていうような、そういう感じなのかなっていう、お仕事として出してこられている。でこのツリーはね、あのね、何をもたらすかっていうと、忍耐なんですよ。木なので本当にあの小さなこう苗木のようなものからここまでの大木に育っていく時のその忍耐とか不屈の精神とか、あとは寛大さ、寛容さ、そしてそれに必要となってくるようなバイタリティとかスタミナのようなもの、そういうものをね培いなさいみたいな。で培っておられるっていう感じもするんですよ。培っているんですよっていうような、そんな感じがします。あとね、木なので、根を張る、根付いていく、そして枝葉をこう広げていってぐっと掴んでいくような、で、ゆっくりと確実に大地とつながっていくような、そんな感じなので、大きくなっていっているっていうことを、表してますし、あのね、根付かせてくださっているっていうのが分かるんですよ、この天皇家を、陛下のご家族を根付かせてくださっている、そんな感じがしますよ。でね、もう一つメッセージ的には、もう少し今の状況に耐えなさいというような、なんとか持ちこたえなさいぐらいの感じです。で、もう一つはっきり表されているのが祖先です。なので、まあ、歴代天皇ですよね、この場合ですと天皇家ですので、祖先とか、あと周囲の人々、この陛下とかの周りにおられる、両陛下の周りにおられる、周囲の方々、あの お味方というか、そういう感じですよね、本当の温かな家族をぐーっとこうつなげていく、ぐーっとつながらせてくださる、そんな感じが現れてます。これちょっとメッセージですよね、メッセージ、このようなお気持ち、それと今そういう状態だということ、まあ、今後もなんですけど、そういう根付いていく、その時にやっぱり不屈の精神みたいなものとか、寛大さとか寛容さもなければいけない、受け入れたり、物事を受け入れたり、人や物事を受け入れたり許したりするような、そういうことも必要になってくるし、あとはあのバイタリティとスタミナがどうしてもいる、そんなものも表されてますね。はい、それでは、このように出ました。ちょっとこれ一番上にしましょうかね、締めくくりはね、はいはい、ちょっとこれもピシッと置いてやりたいような気持ちもしますけど、意地悪な心はちょっとこうしました。はい、それでは、本日のリーディング以上にしておきます。ご視聴くださいましてありがとうございました。私はいつもいつも皆様のお幸せと愉快を応援いたしております。